はい、皆さんこんばんは。 FF11 プロデューサー松井です。こんばんは、コミュニティチームの望月です。はい、ということで第6回そうですね、モニタデバナディール、はい、本放送でございます。今日もね、はい、ちょっと今日は長めのバージョンアップでした。他のメンテナンスと一緒にやったので、はい、ということもありますが、はい、バージョンアップがありましたので、そうですね、はい、バージョンアップの内容を私とモッチーとで、はい、まあ入れたてのまもね、そう、ゆるくっていうのが大事なんですけども、お伝えします、お伝えしようと思っております。はい、6回ってすごいですね。そう、今、はい、あのね、始まる前に6回ってすごいねって話をしたんですけど、そうなんです、半年ですよ、初めて、はい、もう半年も経っちゃったねっていう。そうですね、はい、まあこんな調子でね続けていければと思います。はい、はい、では、最初にどうぞ。じゃじゃん、はい、これでも出てて一応ね、毎回ね、僕ね、見せてないけど表紙も作っていただいてるわけですよ、これ、はい、モニタでバナーで言うね。ペロッ、はい、はい、本日の目次でございます。はい、現在開催中のイベントのお知らせってことですね。まず1個目、春のフェイスゲットキャンペーン、はい、実施しております。今まで割と前回の模擬バナだったりトピックスだったりなんなりであれこれお店をしてきたと思うんですが、今回は今回さくらとかね、はい、アーズデン、はい、マネージン、はい、そして取り損なった人もいるんじゃないかということで、はい、ヨアヒム、ミリ、フェンゼン、バレンダールですね、はい、そのあたりが取れます、もろもろ取れますので、はい、まだ取ってないぞという方もぜひこのキャンペーンを見逃しなくということで、はい、お願いいたします。そういえばあとあれですね、9日まで、ログポイント、そうです、ログインポイントの引き換えが明日までなの、はい、明日の23時までなの で、 そうです、まだ買えてないという人はね、はい、ぜひもう端数余ったらもうそれは漬物の材料にしていただいてって、まあそんなの必要な人いないってね、漬物、いやいや意外とねいらっしゃいますよ、はい、はい、ということで、はい、そので忘れないようにしていただきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そして次、そして次はですね、はい、例の MMO コラボ、はい、そもそもでもちょっとお話ししましたけれども、はい、MMO コラボ、本当だったら、はい、皆さんに告知してたのは明日までだったんですけれども、そうですね、ちょっと不手際があってですね、バージョンアップとのタイミングで関係のオブジェクト、僕らアクターって呼んでるんですけど、はい、がいなくなるというとてもちょっと大事件がありまして、はい、でまあそういうわけで今緊急で修正をしておりますので、はい、もうこうなったら1週間ぐらい延長して週末遊んでいただこうということもありますの で、 です、15日まで、4月15日の23時まで、期間を延長してやろうと思っておりますので、あ、忘れてたよっていう人はね、これを、ね、そうですよ、機会にね、はい、やってもらえるといいんじゃないですかね。まあ、さっきも話してたんですけど、レベル1なんで意外に FOV バラですね、バラのリジェネ効果をつけつつとかがいいで、僕なんか結構もう無言でパーティー誘いまくってこう、はい、パーティーで組んでねやったりとかいうのをしてましたけどね、はい、あと何でしたっけ、それぞれこうちょっとした隠し要素というかありまして、はい、スライムドラクエの方はスライム装備、そうです、頭と盾とピアス、はい、ピアスですね、を同じ色のやつで揃えている場合はドロップするコインですねが1枚増えるという効果があるんで、なかなか、効率アップにつながりますよという隠しネタもありますし、はい、あとですね、スプリガンの方はもう外れたら1位2位ですね、1等2等が当たるまでは、はい、どん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 当たりやすくなるよっていう、はい、補正がかかってるらしいんでね、はい、1回2回でくじけずにですねやっていただけると、もう僕60個持ってってね半分ぐらい無駄にしてしまいましたけどね、はい、まあそういうことをしていただきたいことをしていただきたいっていう点ですね、はい、そういう工夫をしつつです、はい、まだ取ってないという方はぜひ取っていただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そしてなんと4月11日、はい、11日からですね、はい、またイレブンの日ということで、はい、いろいろとキャンペーンをやってきましたけど、はい、今回は目白押しというかすごいのがいっぱいという
バトルフィールド、印象バトルフィールドに追加ドロップ、はい、前回やったやつですね、するキャンペーン、そしてアビセアキャンペーン、はい、スカームトリガー2倍キャンペーンですね、はい、そしてあとミーブルバローズのワームの紐の効果品が変わるキャンペーンっていうのをやっております、はい、あのバローズはあのまあ、アイテムレベル付き の、 あの簡単なでいくとエミネンス装備をしていくともうソロでも結構サクサクやれるんで、ね、そうですね、はい、そういう意味ではちょっとこれを機会にちょっとやってみてもいいんじゃないですかねっていうところで、そうですね、はい、割とあの気軽に楽しんでいただけるように、まあ これ、うん、これを押してるってわけではないですけど、はい、なんかいろんなバリエーションがあった方がいいかなっていうの中の一つとして、はい、今回はバローズにちょっと焦点を当ててみましたということなので、そうでございます、はい、よろしく、こちらもよろしくお願いします、はい、そしてですね、いよいよ4月のバージョンアップ、はい、4月のバージョンアップ内容の方に移動していきたいと思いますけれども、じゃじゃじゃん、4月バージョンアップダイジェスト、はい、1個目、よいしょ、はい、ですね、まああの個性のうちだよという人と、はい、いやいやっていう人と意見が分かれてたところだったと思います。あの僕もタルタルやっているので、あの結構ね MP 多いのは有利だったと時もあったんですけど、最近のエンドコンテンツではやはり HP がどうしても不足していると大変っていう、その声であってもね辛いっていう部分が出てきてしまったので、ここのところを調整させていただきました。はい、でも今日入ったらヒットポイント増えてたとかっていうのが体感できたんじゃないかなと思いますけれど、まだ入ってない人はあれですよ、ぜひここら辺の楽しみに入っていただきたいんですが、まあ、実際どんな風に増えたのっていうところをね、ちょっとこれ表を作ってみましたよ。ちょっと松井さんの顔に若干かぶりながらもですけど、まあ、まあ僕の顔とどうでもいいんで、はい、ダメですダメです、あの HP さんの表ですね、これ右下に書いてあるんですけど、右下左下ですな、あの下に画像があると反転しちゃってるんですけど、はい、まあ、これナイトの時の、所属からの HP の差です。まあ劇的ビフォーアフターみたいな感じね、特にここら辺劇的ですよっていうですね、あの、はい、所属の差自体に関してはまあ変えないようにという、はい、あのまあそこもは思い入れであろうというところもありますので、はい、ずガルカに合わせるように、全体的に引き上げています。はい、はい、じゃじゃじゃん、そして MP はこんな感じです。これはあれです、白魔導士の時の比較ですね。ですね、これでレイズを覚えた時にレイズが隣になれないみたいな悲しいことはないんじゃないかな。ありましたね、いやレイズお願いしますって言われて、いやもう、ね、どうしようもないぐらい MP がって言われた時にはあそうですねっていう、そのじゃあ戻りますみたいな、そんな話もしました、うん、はい、ということなんで、はい、ぜひこの辺りもですね、はい、まあ、ご注目っていうことではないんですけど、あ、変わったねというところをご確認いただければなというふうに、あの今回に関して言うと、はい、あの影響範囲を抑えようということもあったので、はい、あの PC だけに限ってやってますけれど、はい、今後あのフェイスはどうするんだとか、あの、ね、フェローはどうするんだとか、そういった話は出てくると思いますが、それはまた別途、はい、検討させていただきます。はい、今回は本当に PC だけでやってます。敵の、ね、人型のやつの HP が増えてるとかそういうことはない。大丈夫です。大丈夫。はい、今、ね、一瞬敵のって言うのかなと思ってヒヤってしちゃったんですけど、ね、そんなことはございませんということで、はいはい、ちなみにツイッター上ではタルタル育ったなというご意見などもございます、はい、では続いて次、はい、よいしょ、はい、前回ちょっとあのな予告させていただきましたけど、はい、あのジョブ専用武器というものを出まして、はい、まあ、ジョブごとに個性的な装備特典をつけておりますが、はい、今回はねあの主に、まあ、これはあのアタッカー系のものに対して敵対心効果の、ね、マイナスをつけています。はい、はい、なのでですかね、アタッカーでちょっとダメージ稼いじゃうんで、どうしてもタゲを固定しづらいって、控えてくれませんとかね、後ろ向いてくれませんみたいな
人はこちらを選んでみるのもという、ただあの119装備ということで、まあかなり強い装備ではあるので、ちょっと皆さん予想されてたよりは取るのが難しかったっていう意見があるようですが、それなりの それに相応の性能ですので、頑張って取っていただけたらと思います。そうですね、ここら辺にもなんか、ね、気になることも書いてある。そうですね、でまあ、実際にどんな性能なんやねんっていうのもあると思うので、はい、よいしょっと、はい、ちょっと寄せますよ、グググ、えい、松井さんも全部隠しちゃえ、はい、こんな感じです。そうですね、歌数プラス1とか、いやこれもうあれですね、おはんなくてもいいなって思えるぐらいの盾がついに登場したっていうことですね。そうですね、いつになったらそん出てくるのって言われてたと思うんですけど、今回出ました、はい、そんな感じで、はい、まだこれ大丈夫ですか。そして次、あ、まあ、そうですね、そうじゃ先ほどのところちょっと戻ってもらっていいですか。はい、戻りますか。担当から言ってくれって言われてたことがあって、あの分かりました。あれです、これあの片手刀のところがあの、はい、敵対心にマイナスがついていて、まあ、忍者って盾も盾役もやることがあるんで、はい、もう盾役やるなってことなのっていうと、そういうわけではなくて、今回はアタッカーとして行きたい場合の選択肢としてこれを選んでいただければということで、はい、なるほど、あの、うん、そのまたね、盾役としてやりたい場合の装備っていうのはまたそれはそれで用意しますと追加されていると思いますので、今回はそういうことですよということを担当から言ってくれて言われているので、はい、お伝えしておきます、はい、よろしくお願いします、 お願いします、はい、では改めて続きます。フェイスです、はいはい、今回こんな感じに変わっております。そうですね、バトルフィールドは、プロマシアエリアの、そうです、BF 戦っていう BC 戦で呼び出しが可能になっています、はいはい、なりました。あと、はい、縦タイプのフェイスがもうちょっと相手ににじり寄るようにっていうの、はい、これはなんかあの公開フォーラムっていうか、フォーラムの方であの騙し打ちがちょっと入れにくいっていうご意見をいただいたので、じゃあもうちょっと厚苦しく近寄らせようか、ギュッギュッとギュッギュッとっていう風にしました。はい、はい、そしてあの敵として使ってる時とかは、 あるいはそういった何ですかね、イベントとかの時はあの連携属性とか設定されてなかったんで、ついてないまんまだったんですけど、これに、まあ、それにあの設定にあったような連携属性をつけましたので、はい、あの連携待ち、あるいは自分のウェポンスキルに連携をしてくれるっていうことが出てくるんじゃないかなというふうになっています。はい、はい、でフェイスを帰還させるテキストコマンドが追加されてます、はい、リターンフェイスですね、はい、スペースがないのであれですけど、あのスペースしてオールでやると一気に全部変えるという話、ちょっとさっきやってみたら本当に全部変りました。であとターゲットしてリターンフェイスであれば、ターゲット T だとそのフェイスだけが変えるみたいな感じになってますので、はい、ぜひご活用ください。そうですね、入れ替えを結構先に実質的に使っている方は、はい、これを使っていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。そしてそして実機に早いですけれども、実機に移動したいと思います。映せますか。じゃじゃんということで、はい、何なんですかこれワームですよね、ワームね。なんか こんな人がイベントにいましたよね。いましたね、昔ね、コスプレコンテストでね、あのこういう、でもその人はあれですよ、頭だけじゃなくて全身ワームでね、しかももっとでかかったような気がします。しかも2回登場してるんですよ。2回、あの初回はあの普通の状態で笑いを取っていって、あの10周年のイベントの時にはですね、強くなって帰ってきて、あの光が出たりシャボン玉が出たりみたいなそれちょっといい気になりますね、まあ、あのインパクトは忘れられないですねという、そんなワームさんの装備品がなんと今回4月のログインキャンペーンでは、今松井さん見えますかね、あのどうですか、このちょっと近づけましょうか、グーグー、あ、これこれ、はい、あの格闘武器が、あ、こっちだ、こっち、ちょっと、あ、これ
これってモッチーの手を見たもの。そうですそうです。こんなもの手に入りますよ。あ、そうちょっといいと思う。で、そしてなんとこの頭装備。はい、頭装備。じゃじゃん。若干こう変質者に見られかねないこの頭装備。よく見ると見えるかな。よいしょっと。ここ前だよって言ってちゃんと前と後ろの区別がつくようにあの頭のところに口ですよねこれ。多分空気穴とね前を見るためのね穴なんだと思うんですけどね。マスク。なかなか手が細かいですね。4月5月のログインキャンペーンではご用意しております。でちょっと松井さんそのままで行ってください。あ、若干引いてもらった方がいいかな。引く、後ろに下がります。はい。でですね、この頭装備なんですけれども HQ だとなんとじゃじゃーんでかいわこれまるでこうあのアトルガンのこのね、はい、建造物がちっちゃくなったんじゃないかっていうぐらい。しかもこうぐるぐる回れるね。ちょっと欲しくなったでしょあ、もうね、変身ベルトもありましたよね。それはね、あの変身ベルトはこのサイズじゃなかった。早く5月にならないかなと思いますねこれそうね。ちなみにあの手の方は鉱石が出てくる、鉱石が出ます。なんか掘り進む感じなんですかね、はい、なかなかどんな鉱石が出てくるか知らないですけどね。なんか石粒てばっかりだったら嫌ですね。使ってみますか。あのね、僕ね、あ、そう、松井さん使えばいいんじゃないですか。今装備されてますもんね。ワームフィーダープラス1ストック鉱石。何が出るでしょうか。亜鉛鉱。まあでも亜鉛鉱1000ギルぐらいね、競売で出せばね、もらえる。ちなみにこのミミズ、まあ、当たり前なんですけどミミズになったらですね動けないんですねなので、一旦戻りまして、はい、4月と5月のログインポイント。そうですね、もらえる。はい。そして松井さん、面白そう。はい。フェイスを呼んでます。あ、フェイスでした。はい。次に呼ぶやつが 見えてましたね。今日あのページを公開したんで、皆さんご存知かなと思いますが、なんと、はい、ルザフさん。はい、ルザフさんが今回はですね、フェイスとして登場でございます。殴ってみますか。殴ってみましょうか。じゃあ僕は後ろから応援してますね。はい。まあ、応援してますねと言いながら僕もルザフ呼ぶんですか。あ、ちょっと俺が邪魔。多分ね、松井さんが邪魔ってより松井さんの頭装備が今回に限って言うと邪魔でしょうねと、まあ、あのこんな感じでダイスは振らないんですけど、はい、二刀流と。そうですね、あの実は初ですよね、二刀流って。はい、そして銃というこので、なんかあれですね、またオリジナルの技が入ってるとかっていう話もちょっと聞いたんで、はい、おっとエラー、一旦じゃあ、いやー、生放送感あふれる感じでございますね。エミネンの時間。なるほど。エミネスガビはちょっと今不具合でダメなんです。今大変なことが、あ、倒しちゃったからかな。そう、なんか受けてたかな。あのですね、ちょっとこれはあの開発のテストのやつなんですけど、はい、あのテスト環境でやると、はい、次に向けてあの拡張作業をしてたんですが、そのせいですね、絶対に触らないでくださいねって担当に言われてたのにね、見事に踏みましたねあの彼僕のブース隣なんですけど、きっと冷たい目線言われてたんですよね
念押しをされていたのに、そう殴っちゃった。なるほどね。っていうかね、あの目に開かなきゃ大丈夫ですっていう、いう説明だったんですけど、はい、そう、そのテキストが出ちゃうと、あのだから多分今あの何何が何分の何みたいなね、あメッセージが、あの多分出るところだったんだと思うんですけど、はい、いやーやってしまいましたね。ごめんね。ごめん。明日怒られるな、きっと。そんな時はツイッターに逃げましょうね、うん、ルザフ、あ、ルザフね、いい、ルザフかっこいいですよ。ただミミズに従うルザフとか見たくなかったそう、すみませんルザフかっけ、だがミミズ、君たちだけのかっこいいルザフは取っといておこうっていうね、そうですね、優しい多分セッティング関係者の生温かい、生温かい、あーんとこれは大丈夫なんだけどどうすればいいかっていうと、どうします、じゃあもう一回実機にかあれ切り替えましょうか。今多分ね受けちゃってるしね、受けるのを解除するしようとすると落ちるんだと思うんで、じゃあ敵倒すのはやめましょう。でじゃあ、はい、そしてもう一人、はい、もうね見えちゃってるんですよね、うん、ナジュリーでね、これで違う人が出てきたらびっくりですが、ナジュリスですね。どうしてもナジュリスだとばっかり思っちゃうんですが、はい、はい、ナジュリスはですね、はい、来月のログインキャンペーンで皆様のもとにお届けと言っていいのか、はたまたログインキャンペーンで登場と言うべきなのか、なんとなく後者な気がしますけれども、そうですね、登場と、はい、いうことになっておりますので、それでファックマンって無敵にしようか、その余計なことしない方がいいな、はい、じゃあやめておきます。ご車掌2人目、2人目、違うよ、3人目だよ、朝に、そうです、今ね誰を忘れた、頭の中で、あのそう、ザザーグさんがね完全にいなかったあのブレスパ体操をしている人、違う、あ4人目じゃんね、そうだよ、ルガジン以外はいるてかルガジンが忘れられてるんだね、逆に言うと一番偉いはずだったの、まあね、ここででもそうやって草すとそのフェイス大活躍みたいなね、僕もなんか前回ほらアイアンイーターが、はい、あの地味枠だよねみたいな話してたじゃないですか、しちゃいましたね、で僕アイアンイーターを取るのすら忘れててでこのひどい、なんでアイアンイーターいないんだろうと思って話しかけてなかったっていうだけなんですよね。あの入手のクエストも面白いしね、呼び出したら強いですよね、まあ強いか強くないかで言ったら多分強いと思うんですけど、ナジの居場所がなくなっちゃいましたちょ、これ以上ナジをディスるのやめてくださいもうね、そう、僕はナジ好きですよ、はいなんだ、ナジ、ナジのことなんでこんな一生懸命かばってるまああのあいつら仲が悪いんですかね、本当はね。いや、ダメだ。松井さんが言うと、それ公式の設定になっちゃうので、そうですね、ダメですからね、はい、あの。僕が言う分には好き放題言ってんなこいつってことですけど。一ユーザーとしてのね、はい、あれですけどね。あ、ちなみにご紹介し忘れましたが、ナジュリスはですね、あの、こちらもやっぱり特殊技、あの持ってるんですけども、まあ、狙い撃ちとか乱れ撃ち的なアビリティも使うというふうに担当の方からは伺っております。はい、そうですね。あの、はい、あんまり自分がターゲットになってないような状況っていうか、敵対心を取りすぎてない状況っていうのと、はい、あと開幕でやるとかわせなくなるんで、少し経ってからっていう感じになってると思うんですけどね、はい、いやー、そう、本当ね、ま、松井さん、あのね、うん、我々はこうやって必死な中ですよ、はい、藤戸さんは綱渡り環境で毎回お送りしてますとか、ね、お気楽な発言をしてるわけですよ、読まなくていいじゃん本当やめてほしいですよねじゃあ、ま、モッチのマシン再起動しなくて大丈夫ですか、また再起動じゃないです、立ち上げ直すのって、ごめんごめん、そう、4人目、忘れてましたよ、すいません、申し訳ございませんでした。もう僕的にはもうミリについて2人目みたいなイメージだったんですよね、ミリ可愛いですからね、うん、知らないです、それは知らないです、はい、はい、はい、ということで、いやールザグの技に関してはですね、皆様あの実際に入手をしていただいた上でご確認ください、はい、ごまかしつつ実機から再び、ね、我々2人も戻ってきたよ、戻ってきたということで、続いてはこちらですね、新たな上位ミッションバトルフィールド、はい、
天禅王龍王龍です天禅はい本当に強くなって帰ってきましたね今日ね、なんか早速上位ミッションで上位ミッションで行きましょうっていうシャウトがいっぱいあって、はい、楽しそうというかそういう感じでしたけどね。まず王龍戦の話をしましょうか。はい、王龍戦何いつも言えないんだけど雲山無償石、雲山無償石を使って落とすというのが、まあ、前回のそうですねあれだったんですけど、はい、今回落ちてこない、落とすためのギミックはあるんですけど、はい、それで落ちてこないのでちょっと皆さんまたいろいろとやってみてください。多分明日ぐらいにはこうバレてるじゃんっていう出てると思うんですけどね。で、雲山無償石自体は弱体効果ありますので、はい、全く役に立たないというわけではないので、まあ、なるほど、それを持っていって使って、効果についてはまだ秘密の方がいいんですよね。はい、まあ、初日ですからね。そうですよね、もぎたてすぎですよね、うん、ちょっと、ね、若干もぎすぎる感がありますから、はい、という感じで農家のうちに怒られますんで程よくもぎましょう。程よくね、はい、はい、そして、うん、天然戦ですけどね、はい、後ろにウザイルマさん、うん、これね、ちょっと時々イラッとするし時々おっと思わせるね、うん、キュートな3人組、首絞めたくなるあの3人組がね、あの3人組がですね、なんかヒットポイントが減ってくると、はい、天然のヒットポイントが減ってくるとどんどん魔法を打ってくるということなので、はい、で、まあ魔法を打たさない方法っていうか、まあサイレスの使いどころっていう、もうダイレクトですよね、を工夫するっていうのが鍵じゃないかなっていうのが、うん、うね、まあ担当さんのあれなんですけどね、大抵開発の上を行くので冒険者の皆さんは、そうですね、うん、だからまあその解き方に縛られる必要は全然ないと思うんですけど、はい、まあ、弱体が入るようになってますよということで上手に使っていただければと思います。ぜひチャレンジしてみてください。そうですね、こちらの方も今20点なのかな、メリポ20ポイントで設定させていただいてますけれども、ね、はい、また状況を見て混雑度合いですね、状況というのは、ね、を見て下げる調整をする予定はありますので、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、いやー、未だに我々不意に落ちたことを大引いて嬉しくて、はい、緊張してる2人だねってコミュニケーター社内のその連絡もこう疲れる的なそのやり取りもしつつ深呼吸しましょうか大丈夫ですか。はい、多分はい、ちょっと、ね、じゃあ次に行きますよ、はい、エミネンスレコード、はい、はい、アトルガンエリアとアルタナエリアに目標を追加しています。はい、討伐と伐採とかですね入っていますので、もう他のエリアは全部やり尽くしちゃったというか、はい、あとはまだこちらの方に新しいものができたので挑戦してみてください、はい、ということです。あと、はい、交換品のとこにね、まあ何か5製品入れるかもみたいな話もあったんでちょっと控えてた部分があったんですけど、はい、まあやっぱり手軽に交換できた武器あった方がいいかなということで51以上の PC 向けの武器も追加していますので、ちょっと覗いてみてね、あ、これいいやっていうのがあったらサクッとこう交換してしまうというのが、はい、エミネンスレコードの使い方なんじゃないかなと思います。はい、じゃこちらもよろしくお願いします。いやー、なんでしょうね、立ち直れてそうで立ち直れてないかも続いてはこちら、利便性向上です。はい、じゃん、ペットのエフェクトフィルターの仕様変更。はい、こちらはこちらもね、フォーラムの方から要望があって、はい、まあ既存っていうか今まであったところを変えることで逆に使いづらいっていう人が出てこないと、出てくると嫌だなっていうのはあったんですけども、まあなんかいろいろとヒアリングした結果そんなことはないっていうことなのでサクッと変えさせていただきました。はい、はい、ペットはプレイヤーと一緒っていうか、ね、呼び出したマスターと一緒になっています。はい、はい、で競売所のところがちょっと使いやすくなったっていったところを、はい、じゃあ実機でこちらはご確認いただきたいと思います。はい、相変わらずねこの帽子をかぶって
ってるんですね。今日は終始これかぶってくんですか。どうなんでしょうね、こうこの格好でっていう。ここで出品ですね。出品で例えば炎のクリスタルってやると分かりますかね。左手にあの競売カテゴリー太い字で出てると思います、はいはい、であとその炎のクリスタルってあって、隣に5ってあの今出品数ですね。これ競り落とそうとすると分かる数字なんですけど、いちいちその画面に行かなくてもはい分かりますよという。ここになんか山彦役とかやると、これは誰も今誰も出品してないぞ、出品してないという感じですね。でも薬品ですよと。で全くこういう履歴がないものに関してはちょっと情報が出せない。ああなるほどね、なるほどね、はい、つくものは出せませんね。スライムロケット、私としては頑張って頑張って用意してくれたの。これ開発のサーバーなんでね、この辺の情報とかもね、なんかあるとスパッと飛ぶんで、これきっと一瞬生々しいですね、うん、仕込んでくれてるんだなと思うと、こうちょっと裏方さんにね少し感謝の気持ちを捧げたいなと思ったり思わなかったり、はい、思ってくださいよ。はいはいはい、他にあとはチェックパラムですね。はい、そうですね、これこのままこれスラッチェックパラムね。ああ、ごめん。今日は開きっぱなしです。すみません。平均アイテムレベルっていうのが出るようになりました。一番上のところですね、はい。名前の次に出てるやつです。これあのまあ他にもいろいろとこういうの見たいっていうのはありましたけど、中でこれを一番最初にやったのはあのフェイスの強さに影響する部分で、あのフェイスの強い弱いはね装備品等によって変わる部分もあるので。それをすっ飛ばしてちょっとこうディスカッションがあると分かりにくいなというのもあったので、まず平均アイテムレベルっていうのを分かりやすく、はい、まあもちろん手で計算できないものではないんですけれども、そんなのめんどくさい、いやいや便利ですよこれは、ね、何気にありがたいっていう、そのかゆいところに手が届く調査、これを例えば着替えに微妙に上がるんですね、確かってやると分かりますかね、108、よいしょ、116みたいな感じで、なるほどね、見えるようになりました。はい、あの敵を調べた時のね弱いとか、あの弱いでね、とても楽とか、そういったのもここを基準で出ますので、そういうところでも使えると思います。はい、はい、ぜひこちらもご活用ください。はい、ちなみに競売に関してはいい変更だというご意見多数なのですが、そうですね、便利ですよね、そろそろ雑貨や錬金あたりのカテゴリーも細かくしてほしいですというご意見なども頂戴しております。はい、はい、そこでニヤッとしてるのがきっと持ち帰ってくれると思います。さっきねツイッターでも気軽な発言してましたからね本人にも綱を渡らせないとダメかなと思ってそんなものは綱でも何でもありませんよ楽しみにお待ちくださいということで、はい、こんな感じの4月のバージョンアップでございますが、おさらいするとですね、これ2行ですね、じゃん、はい、HPMP の調整しましたということと、ミッションバトルフィールドやジョブ専用武器で広がる遊びの幅、そうですね、ぜひ、はい、楽しんでくださいねと、はい、いう感じですかね。今まで長々と話してきた2行で終わってしまった、終わってしまいましたね。ちなみにあれですよね、あの5月のバージョンアップも、はい、あの今回ちょっとテキスト少なめにしつつっていう、はい、しつつね、まあ、データ的には結構 そこそこのボリューム入ってるんですけどね、あれなで、しかも前出しさせていただいたのは、はい、次の5月バージョンアップがあのまあ、ミッションが入ってるとかね、はい、テキスト系のボリューム多いのでちょっと時間をいただきたいっていうこともあったんで、どうせならそこのね予告というか、はい、そういうものを今からしちゃう、しちゃおうということで、ちなみにあの5月のバージョンアップの締め切りはまだ大丈夫なんですか、はい、その前回もう締め切ったねっていう
ね、何かの締め切り来てるんだけど、テキスト締めはまだ来週なんだよね。違いますよ。え今日です。あ、テキスト締め今日だっけ。そうですよ。そっかそっか、先週だから前回はそもそも1週間前だ。そう、だからもう閉まってるようだったんですよ。今回今日締めなんですね。今日締めなんだ。なるほど。今回僕テキストに関わる仕事してないんです。あ、なるほど、うん。なんか今日らしいっすよ、5月の締め大変って。いや、本当大変ですね。あれですよね、全然楽になってないですよね。単純に今まで通り戻っただけっていう。今まで一緒だと思います。そうなんです、ね、だって明らかに俺バージョンアップのテキストをね、確認してる回数多いっすもん。そうですね、それも何度もこう、はい、ここで繰り返されるセリフですけど、ね、そうです、そうです。はい、というわけで、このままだとまあ若干もぎ足りないかなということで、うん、5月のバージョンアップの内容をいくつかご紹介していきたいと思います。はい、ある意味今日はここからが本番ですか。まあそうかもしれない。第2部もぎすぎバナディール始まります。よいしょ、ジョブポイント。はい、まずチェーンボーナスが導入されますと。はい、対象コンテンツの拡張が行われます。そして強化項目が追加されますと。この3本でお送りしますって感じですか。はい、まずジョブポイントに関しては、ね、ジョブポイントちょっと稼ぐのがしんどいよという声はこちらも分かっています、はい、というかこちらも受け止めていて、はい、でもうちょっと出そうとは思っているんですが、はい、まあ、まず何よりそのレベル差のカーブが正しいのっていうところを担当にはちゃんと吟味してくださいねという話はしてあります、はい、でその上でですね、まあなんか面白いうまくやっていけばボーナスがもらえるみたいな、はい、そういったところで、まあ、チェーンボーナスって言ってますけども、経験値のチェーンボーナスとはまたちょっと違う、微妙にルールが違うので、そうですね、もう今だと基本的にはプレイヤーのレベルが99なんで、はい、ジョブポイントもらえる敵のほとんどが、まあ、チェーン対象っていうことになっちゃいますけど、その単純にそれを超えていればチェーンボーナスがもらえるっていうのではなくて、強い敵を倒せば倒すほどそのチェーンボーナスの上限が増えていく、上がっていくっていうような方向で調整し、まあ、企画していますという話を、ね、担当から聞いていますので。なるほど。うまいって言い方変ですね、腕に自信がある、装備も揃ってるっていう人はより強い敵をね、選んでチェーンをしていただいた方が、はいはいはい、たくさんボーナスがもらえますよっていう部分。なるほど。はい、で対象コンテンツの拡張ですね。まあ、経験値がもらえるようななんていうの、強さの敵であれば、はい、何が言いたいかというと、メラスとスカームの2を除いたスカームですねの敵からももらえるようにっていうことですね。 2だけちょっとわらわらってくるのをやっつける系でちょっと弱くしているので、あれはちょっとジョブポイントの対象からはちょっと外させていただきたいなと思うんですけど、他のものからはジョブポイントが入るので、基本的にコンテンツを遊んでいれば知らないうちに溜まってるっていう部分をまた出したいなっていうところもあって、そういう風になっています。はい、そして、はい、ある意味ここが気になる人も多いのではないでしょうか。そうですね、前回はまあ、そもそも最初のベースと実装項目と両方検証しなきゃいけないっていうのもあって、はい、当初予定はされていたんですが、ちょっと検証のことも考えてボリュームを落としましょうって削った部分が今回検証できますよということなので追加となっていますが、これは見せていいんですか。はい、もうほぼほぼまだ調整はこれからもするんですが、内容とか等に関してはほぼ決定ということで。ほう、そうですね、白窓押しというと、基本的には2番目4番目が追加になってますね。はい、メガネじゃないですね。メガネは松井さんですよ。女神の羽衣降格と魔法メイチアップが追加になってますね。魔法メイチアップいいですよね。いいですね。クロマとかサテルソーサリー降格アップとかマジックバーストダメージアップとかありますね。もう一個欲しいじゃん。暗黒騎士、暗黒さん、はい、サークル、これは別に新しくないですね、こっちですね。ソレンスレ、GTP 吸収量アップしますとか、
ラストリゾート効果、はい、物理攻撃プラス2、そして詩人、はい、クラリオン効果が中に歌の効果時間をプラス2秒、はい、とメヌエットはよく行きましたね。そうですね、いや欲しいですけど欲しいけどよく行きましたねとは思います。なかなかっていうものですね。はい、はい、他なんかあと、じゃあ、はい、我々の竜騎士をお願いしてもいいですか。はい、竜騎士ですね、フライハイ効果アップですね、ジャンプの攻撃プラス5、はい、はい、そしてジャンプ効果もっと飛べと、もっと飛べということですね。なるほどね、大丈夫ですか。あとはじゃあね、踊り子見ましょう。踊り子、はいはいはい、3番、ああここで3番効果時間を伸ばすね。なるほどね、みたいなね。まあでも担当の話を聞くと、まだ10項目ぐらいまでは増やしたいなっていう話をして、10項目まで増やす、はい、項目もね、上限も増やしてはいこうと思ってますけれども、とりあえずまだ今4つ目までです。こんな感じでどん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 強くなっていく。さっき見てびっくりしたのがありましたね、これね。これいやちょっとどうす、日本語でこの長さはすごいと思いますよ。そうですよね、いろいろ強くするとダメなんですよね、やっぱね。ダメでしょうね。ダメですよね。まあ正確に書くとこうなりますよね。はい、はい、という感じでチョブポイントのところは、なるほど、でよろしいでしょうかね。いや、他の情報も気になるけど、多分これ見てるだけで終わっちゃいますもんね。まあ、次のところにじゃあ行きますか。はい。からくり。ね、そうね、じゃあゲームから戻してください。そんなコナンの強化項目でございましたが、はい、もうね、頭の中で俺ずっとね、メガネの近くからリピートしてて4人なんてね、言い間違えるにしてもそれはないだろうっていう間違え方でしたね。女神かっこメガネって書いてあるっていう、もうしょうがない。そんなジョブポイントなんですが、どんなジョブポイントなんですが、はい、やっぱたまりにくい、いくらチェーンボーナスが入ってもたまりにくいというところもあるので、はい、一旦ね、まあ、キャンペーンをやろうと、はい、キャパシティポイント2倍キャンペーンを開催しちゃいます。はい、1回目は、4月18日の金曜日15時から、4月の21日月曜日の15時頃まで、まあ、週末です、はい、そして2回目は5月の2日の金曜日15時から5月の5日月曜日の15時まで、はい、こちらはまあゴールデンウィーク真っただ中なんですけど、はい、まあ、もしタイミングがあればちょっとここら辺でですね、ログインしてやったるでとなっていただけると嬉しいなと思っております。はい、まあ、直前になったらトピックスを打っていただけるんですね。打ちます打ちます、はい、ツイッターでもつぶやきます。忘れないようにお願いします。はい、ということで、まずは1個目ジョブポイントに関するお話でございました。はい、そして2つ目、はい、2つ目と言いながら、まあ、いっぱいあるんですけどね。まずは上位ミッションバトルフィールドを追加します。はい、次何入るんですか。あれいきなり聞いちゃいけないとこ聞いちゃいました。あれの名前が思い出せなかった。月章。あ、月章。あ、え？月章。いいんだっけ？じゃあ分かんないです。俺は分かんないけど聞いちゃいましたよ。だから言ったじゃないですか。俺冒頭でもぎすぎバナディールですよって。はい、アトルガン、いよいよアトルガンの方突入してきましたっていう月章、ね。本当松井さんね、優しい。何のためらいもなく月章って答えてくれた。月章だそうです。ちょっと、まあ、はい、はい、アトルガン、アトルガン、はい、来ます。2つね、まあ、月章以外も多分何かいるってことですよね。はい、それは秘密です。秘密で、あ、わかりました。そして、
新規フェイスの多数追加と、はい、いうことで、またいろいろ入ってくるんですね。はい、ちょっとね、あの 量がこの量、今予定されている量を全部いけるかどうかっていったところは、またこれからそのフェイスがね、どれくらい特殊かっていうところにもかかってきちゃうんですけれども、はい、はい、あの たくさん追加、たくさん追加っていう。多分今どんなフェイスが入るんですかって聞くと教えてくれそうな気もするんですけどまあちょっとね、はい、そこ、うん、確定してるほぼあいやいやっていう、なんか向こうからあの進行さんからやめてっていうのが来たんで、はい、はい、じゃあお楽しみ、はい、そして装備専用アイテムストレージの追加、あ、早い、これどうすっ飛ばして先にした2つでしょ、別にいいですよ、上から順番にいけばいいんじゃないですか。はい、装備専用アイテムストレージっていうものはね、これはちょっとツイッターやってるだけじゃなくて、こう喋ってもらった方がいいかなと。呼ぶんですか、また呼んだ方がいい。呼ぶんですか、飼育準備全然してなかったねえ、ちょっと不意をついた感じで、じゃあちゃんとしてくださいよ。はいはいはい、どうもだから顔がはい、ふしとです。はい、はい、なんだっけワードローブ、ワードローブ、ああ、そうそう、前回ちょっと話した装備専用ストレージですね、はい、じゃあちょっと持っててください。はい、ふしとさんが持ってます、うん、で、今絶賛開発中です。で、できれば次には入れたいですが、まだわからない、デバッグの結果次第という感じですね。まあ、アイテム周りはちょっとね、クリティカルなものが出ちゃうと厳しいかもしれないですね。そうですね。多分もうボタンは用意されてね。今日上がってきましたね。うん、そう、ね、昨日か。生々しいですね、そこら辺。割とリアルタイムに進んでるんですね。あの、締め切りなんで。まあ、テキスト系は全部決まってる。そうです。使用も今日までです。というわけで今、絶賛開発中です。はい、うまくいったら、じゃあ、そうですね、プログラマーさんが一生懸命頑張ってるので、お待ちください。それでさ、1個カバンが増えるのどう違う？え、全然違いますよ。全然、ええ、なんと言ってもほら、装備専用って言ってますからね。はいはいはい、はい、装備しか入りません。装備しか入らない、装備しか入んないけど、はい、ここに入れてるのはマクロで呼び出せる。そうですね、マクロで装備できるし、エンチャントアイテムとかは使うこともできると。ほう、だからまあ普通に今カバンに装備品とか入れてるじゃないですか、あれをこっちの装備専用の方に入れて、はい、で普通にこう何て言うのかな、装備画面で装備したり、あとマクロも対応したいなという感じです。エンチャントアイテムか、なんか俺昔さ、ハイポーションタンクをいっぱいこうタンクの中から出して全部店売りしたこと思い出して、アトルガンって言ったじゃないですか、鑑定するでしょね、懐かしいね、いい鑑定相手、うん、そうね、あったね、すいません、すげえ全然関係ないこと言っちゃいましたね。いいんじゃないですか。他にセールスポイントとかない、セールスポイント、うん、あ、それはもう出来上がってから言った方がいいんじゃないですか、はい、まだできてないことは言いたくありません。はい、はい、でも頑張って作ってもらうってことですね。はい、そうですね、はい、少々お待ちください。はい、じゃあメガネの方は一人で結構なので、はい、手戻りください。じゃねはい、そして、はい、風水師魔導剣士のレリック相当武器、これレリック相当で合ってます、ミシックじゃなくてミシックですって今泣きそうな方がいらっしゃるので、これすいません、これミシックでした。はい、まあ、っていうのは何かというとウェポンスキルがね、はい、いやごめん、モッチが持ってきたかったやろ今とかね。違う、大丈夫です、そこも言っていいんですかっていう。あ、あれ大丈夫なんですか。ダメ、確定だよね、確定って、うん、力強い。いやー、これほんともぎすぎだろうただまあそれ相応のね、覚悟を試されるって聞いてます、はい、まあ、性能もかなりいい神がかってると聞いておりますので、はい、ミシック相当、ちょっと待ってください。性能については喋っちゃダメだよね、まだね、もう少し待てっていう話で、はい、かなり
あ、そう、萩原先生のね、そうですよ、イラストがあれがそのまま、そのまま武器になったということで、はい、そういう意味ではね、見た目もかっこいいし、ね、性能もいいしっていうところで、ハマラン地下町ですね。もうこれ、はい、このそれで笑っちゃうぐらいちょっとでも夜も遅くなってきたからいう気がする。世界で5人ぐらいしか笑ってくれなかったと思うんですけど、そのうちの1人です。はいはいはいですね。はい、そしてミッションの続編なども盛りだくさんです。はい、もうミッションね、はい、楽しみにしていますけどね。楽しみにしてますけど、これも、はい、危ねえ、今次どうなるんですかって聞きました。ここだけはやっぱネタバレにならないですよね。絶対ないです。自分も結構ね、あのチラッチラって聞いてるので、はい、なるべく聞かないようにしつつ本番でみたいな。なるほど。もうね、あれの声発生しないんだけどみたいなことを担当にナチついて教えてもらったりとかね。生々しいですね。先に、はい、先にあれやって会っといてくださいみたいな話も、ね、されたりとかして、ね、なるほど、はい、はい、という、まあ、こんな感じのものもいっぱい入りますということで、ぜひご期待ください。そして、はい、じゃじゃん、あの4月じゃないですか、はい、5月といえばまたね、冒険者さんありがとうキャンペーンがやってくるということで、はい、また何か こちらもいろいろ準備されていると、はいはい、実際どんなものか、ここなんか、はい、書いてあったりしません？いいですか、いいですか、はい、じゃあいきましょうか、ドンドン、はい、なんすかこれ、これモークリとゴブリンとアルドですね。大丈夫、それね、見ればわかりますよ。はい、はい、これアルドはですね、はい、まあ、アルドはではないですね、こちらみんな全員フェイスですね。え、みんなフェイスなんですか。みんなフェイスですね。さっき俺はなんか二刀流すごいねって言ったら、もうすでにアルド二刀流になってますね。このアルドね、ちょっとあのゲーム中に出てきてるアルドとデザインっていうかね、あれ違うん、なんか新たに、はい、あのですね、あのまま戦わせようとするともういろんなとこ割れちゃうんで、わざわざでアルドを戦えるようにこう作ってくださいました、デザイナーさんたち、ありがとう。天正堂ででかい顔してるだけのやつじゃないっていう、ついにそのでかい態度は本当かっていうところを楽しみに待て、なるほどね、うん、ほらこいつにいっぱい貢いだんだろうな、円光とかでみんなね、はい、はい、そしてまあモーグリ多分ね、さくらちゃんみたいなタイプになるんじゃないかなと思うんですけどね、ただ見てるだけのような気もしないでもないですけどね、こいつね、まあなんでしょうね、後ろで偉そうなこと言われてもこう困るので、そのぐらいのいい距離感がいいですね、やっぱこのモーグリちゃんはね、はい、はい、そしてゴブリン、ゴブリンですね、ゴブリンについてコメントが特にない、ちょっとしようがないんですけどね、なるほど、お楽しみにということで、本当はね、僕はフィックがいいなと思ってたんですけどね、いいですよね、僕があれですよ、僕もフィック大好きだったんで、あのヒロインズタワーにフィック出してもらってますからね、わ、はい、かります、その気持ちは痛いほどわかります、はいはい、ということで、なんとこのフェイスが3体登場してしまう、はい、3体そしてなんかまだあるんですか、まだあるということで、はい、どれをすればいいかっていうと、どっちこっちでいいですか、はい、じゃん、はい、これこっちにして壁を逆にした、おー、かわいいっすね、あれちょっと左、ん、あ、武器か、あれ武器ですね、水がかわいいな、ちょっとでも縦に伸びてる感じがしますけどね、これスーツですね、装備品っていう感じで、うわ、顔だけこう、タルタルでもちょっと間延びした感じがしますけどね、これがいやー、あのね、手に入る、
なるほど、はい、これはいよいよもってバナディールにいていいのかっていう若干そのためらわれる気持ちもありつつも、新しい獣人みたいな、そうですね、これいたら必ず俺殴りかかりますね。昔あのガルカ間違えてあのオークだと思って殴ったことあるってか殴りかけてなんで殴れないのって思ったことあるんですけど、これ間違いなく意図的に殴りに行きたくなるっていう、それはね、きっとじゃ あのモンプレかなんかで挑発してはいみたいな。あとあれですね、モグスーツは頭のボンボンの色がちょっと違ってるんですね。はい、そうですね。ちょっと一回、もう一回あれですよ、あのゴブになってください。あ、ごめんごめん。ごめん。ちょっとね、いい位置にやらなかった。どう？いやー、許されるゴブと許されないゴブみたいな。なるほどね。いやー、タルタル勝ち組ですね、これは。ちょっとね、微妙に刀身が合ってるようで合ってないところが。でも、俺このね、このバランス好きですよ。いいですね。うん。よっしゃ。ね、ずるいですよね。これを見た後、ゴムリに喧嘩売れる人はちょっと鬼ですよね。なんか二人でこう、旅に出るって感じですかね。月が綺麗だ。ラクダに乗りたい系ですよ、これ。争いのない世界に行こうよ。これが、今回の冒険者さんありがとうキャンペーンで、はい、ドラマ仕立てというか、モグリモグリとゴブリンがなんか喧嘩してるところね、どちらかに加勢するみたいな感じになるのね、担当が力を入れて作った、なるほど、イベントがありますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと。はい、いやー、これ他の種族のも見てみたいね、ちょっとね、楽しみです。これ入ってる、近いと思う。モグハウス確認、ワードローブってあるんですよね。これ押したのがまだ反応しないですけどね。ちょっとやめてくださいよ。そこで押しちゃう松井さんが素晴らしいですね。さっき確認した。なるほど。はい。今、ね、鋭意制作中というか、そういう感じなんで、はい。いろんな意味で新たな広がりを見せるバナディールという感じでございます。はい。まだまだですよ。はい。これで大丈夫ですかね。じゃあ、このスーツ2種類と、はい、このフェイス3体が、はい、皆様のお手元に届くかもしれない。はい、冒険者さんありがとうキャンペーン、 キャンペーンですね、ぜひご期待ください。いやー、長かった。もうね、ないんですよ。あ、まあでもこれ予告ですからね。もぎ切った、もぎ切りましたね、はい、というわけでね、はい、まあミッションね、佳境に入ってくるので、はい、ぜひぜひね、5月バージョンアップもお楽しみに、お楽しみにということで、はい、5月、うん、いつ頃なんですかね。ちょっとね、まあずれると格好が悪いけど、あの12周年のちょい前ぐらいの、ね、には頑張りたいと。頑張りたいと思ってるんですけどね。じゃあ12周年ちょい前ぐらいで皆様ご期待ください。はい。はい、これ言ってたら恥ずかしいな。言ってないよね、まだね、日程ね。はい。そして。そういうのね、言わない方がいいかな。もうね、まずで大丈夫です。今日はいろいろ、そうなんですよ、なんか、ね、色々ね、マシンが落ちてからね、ちょっと変なテンションになってますけどね。あのフェローもね、あの今まで95で止まってるところを、ほう、まず99にしてしまおうと。そこも行くんですね。あの、はい、あのね、95限界のクエをうんぬんとかやってるともういつまでも無理なので、はい、まず99にしてしまって、その上で99のフェローと何かクエストを
できたらいいなっていう形になっていった方がいいかなっていうプランを立てつつですね、はい、それがいつになるかちょっと5月か6月か、まあ、それはまあちょっと先かもしれないねということで、先かもしれないですけど、ちょっと今のままだとね、はい、ちょっとフェイスに押されちゃってフェローかわいそうすぎかなと、まあ、フェローね育てるコンテンツだし、あのカスタマイズするコンテンツなんで、はい、あのフェイスとはまたね違った住み分けで入れるし、はい、1人の時に最大5人パーティーまでね、なるほど、できますしね。あ、そしてそうですね、あのもうその上であと当然なんですけど、99にするだけではあの役に立たないというのはあのフェイスの時もそうだったんですけど、当然アイテムレベルに対応させたいと、うん、それがねできればすぐリリースかな。なるほど、95限界突破してる人は99まで育っちゃうみたいなイメージで、うん、95限界はそのまま99限界突破とイコールみたいな感じにしてしまうのが多分一番早く皆さんにそのあれをお届けできるんじゃないかなっていうところで調整を今してるんですかね、はい、じゃあそちらのフェローもですね、はい、5月以降ぜひ楽しみにお待ちください。そうですね、はい、まだあの低レベルですっていう人はねコツコツと育てて見ていただけるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。あ、大丈夫です。なんか来て危ないからそろそろ終われ。違うんです、僕がガルカをオークと見間違えたって言ったら、お前が見間違えたのはクーダフだろと、忘れてんじゃねえよボケっていうような生温かい5000円が飛んできました。飛んできましたね。メッセージから。ありがとうございます。はい、僕タルタルとウサギを間違えたことあります。すごい間違いですね。そのもの。なるほど。いや一度はあるでしょ、バーナリールにいたら。うん、あるあるあるよ。ということで、はい、あっという間の。もぎたてバナディールおよび、はい、いよいよ5月バージョンアップ予告編ですか、ね、はい、もぎすぎバナディール、そうですね、もぎすぎ早もぎ、いやあのね、もぎたてもね結構早もぎだと思うんですよ、ね、今回のはね本当早すぎた、早すぎただけど合わせて1時間ほぼ使えたんで、はい、まあボリュームとしてはこんなもんかなと思います。そうですね、はい、じゃああっという間な気もしますが、最後に恒例の松井さんに締めのお言葉を頂戴して、もぎたてバナディール終わりたいと思うので、はい、よろしくお願いします。はい、あのこういう感じでね、まあはい、今回は5月のバージョンアップの予定まで発表させていただきましたけど、はい、あの予定は立ててますが、あの、はい、1ヶ月に一度のバージョンアップっていうのはあの皆さんのね、もぎたての声を聞いてですね、そうですね、あの臨機応変にというか、あの、まあ、1月後のバージョンアップをすぐは変えられないですけど、はい、2月後、3月後の予定はね、あのすぐ組み替えられるようにという意図もありますので、皆さんの声援とご意見をたくさんいただけたらと思いますので、はい、これからもバナディールおよび FF11 をよろしくお願いしますということで、はい、はい、また僕がですね、ツイッターはあまりにも気にしなさすぎたんですけど、うん、フェローとフェイスは一緒に呼べるようになりますかとか、あ、フェローとフェイス今も言ってもいいですか、一緒に呼べる、アドリンでも呼べるようになるのかしらと、いろいろですね、はい、はい、あの注目度が高いのか、やっぱり皆さん待ってたんですね、いろんな質問が寄せられていますので、はい、のこのあたりもあの今お答えできなくても徐々に情報が決まり次第とか、ね、あるいはフォーラムでちょいちょいお伝えしたりしたりとか感じで大丈夫ですよね。はい、もちろんもちろんもちろん、あのフォーラムでもそうですし、ね、はい、あの実装の時にはこうやって盛り立てばなというね、そうです、説明させていただきますし、うん、フェローは あのねお話とかね、こうそういう需要があってちょっと縛られてらったとこがあったんですけど、はい、まあ呼んであげないのがね一番悲しいなと思ったので、まあでね、まずそこからかなと、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、ということで、本日のもぎたてバナリーいかがだったでしょうか、はい、また来月ですか、はい、来月ね、あの12周年のちょい前ぐらい、ちょい前ぐらいに皆さんとまたお会いできるように我々頑張りますので、はい、頑張ります、はいはい、今日締めでね、使用締め、テキスト締めでみんな頑張ってるというところです、はい、はい、松井もまだ仕事いっぱい残ってますけども、はい、はい、頑張ります。そうですよ、はい、松井さんのメッセージはメガネの祝福ですから、ね、はい、以上第6回もぎたてバナリールでございました。
どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。では、おやすみなさい。